それでは時間になりましたので、再チャレンジセミナーを始めさせていただきます。私担当の石戸と申します。よろしくお願いいたします。まずは皆様ですね社その試験の受験、お疲れ様でございました。この映像をですね。ご覧いただいている皆様につきましては？ 今年の本試験受験された方多いかと思うんですけども、もしかしたら、えー、本当に、えー、死ぬ気で頑張ったのにですね、えー、自分の思ったようなまあ、点数が取れなくて、えー、試験ですねに、えー、打ちのめされてしまってという方もまあ、いらっしゃるかもしれません。で、えー、私もですねあの社労士試験を受験する前ですね、あの法律家を目指してですね、えー、本当にもう自分はもう法律家になるしかないとそれ以外の道なんか何も考えてないということで、えー、死ぬ気でですね勉強をしてきたんですね。 えですけども、えー、試験ずっと受からなくて、ですね、えー、まあ自分の父親がですね、あの退職金とか全部はたいてでで、ね、もうあの勉強に専念しろということで、本当に短期のアルバイトぐらいしかやらずに、勉強してですね、えー、来て、で親もですね、えー、何も文句も言わずに、あのー。 全面的にサポートしてもらってですねそれでもあの合格、今年できるかなと思ったら結局またできなくてっていうことになってしまったんですね。で親も本当にあの最初のうちはうちのえ、えー、息子はですねあの将来はえ法律家になるんだみたいな感じで、えー、周りにです、ね、自慢したりっていうこともあったと思うんですがえ多分何年も何年も受からずに本当にあのまだやってんのみたいな感じで多分、ね、言われたりっていうのもあったと思うんですね。 と最後っていう時にね結局ダメだった時にあの一言も文句じゃなかった父親が「なんだよだめなのかよ」みたいな感じで発揮してるようなねあのセルフィーを最後に言ったのをあの今、えー、何ですねよく覚えてまして。うんで 本当に、えー、そんなこと言う必要な親じゃなかったんですがもうずっと応援し続けてね本当にもう応援の静かれをしてしまったのかなということで、えー、親にそんなことも言わせてしまってね本当に申し訳ないなっていうのとで一体、自分は一体何だったんだと、えー、試験も、あのー、こんだけサポート受けられても受かんないしでもう学校卒業して何年も経っているので,でし,しかもあの定職にもついてないしみたいな感じで。 本当にどうしようもない人間だなと、で今さら就職しようとしても新卒でもないし、えー、何の経験もないから転職って形でもできないし、何もないと、本当に、えー、無の、本当にこれこそクズっていうのかなっていうふうに思って、もう悲しみとかね、怒りとかそういうのももう取り越して、なんにも考えられないっていう自暴自棄の状態になってしまったんですね。えー、でも,もう何ととかかするしかないと 思っても就職だと思って、えー、就職に役立つ資格を取ろうと思って、えー、いろいろ調べて、まあ、一応同じ、まあ、法律系っちゃ法律系の資格でしかも1日でマークシートの試験だというシャロシ試験というのがあるってことで、えー、それを受けようでそれで就職しようということでシャロシ試験、えー、受けて合格してでたまたま大原の方でですねシャロシの講師募集してるっていうタイミングがあってね、えー、大原に入って。はい こととができたとでそこで私は社労試験に救われたという感じなんですね。で、えー、本当に、えー、もうどうしようもない、えー、何にもない人間だったんですね、えー、私なんですけども、えー、先日ですね8月23日の試験終わって次の24日に、えー、大原の方に出勤してきましたらですね、えー、お客様がおめで,ですってことで受け付けた方に言われて行ってみたらですね、あのー、今年のクラスで受講してくださった方がですね、えー、先生と来ちゃいましたと。 自己採点したら合格できる点数取れましたということで来ていただいたんですねで試験大変だったですねというふうにお話ししたらですねもう本当に勉強はあのつまんないと思ったことないけどももう不安で押し潰されそうになってとでも先生がモチベーションを上げる言葉を授業中に言ってくれたら全部すべてもメモりましたと。 で不安になったらその言葉を読み返して、もなんで読み返したか分かりませんと、でそれで気持ちを立て直して、頑張って合格することができましたというふうに言ってくださったんですね、で本当にクズみたいな人間だった私の一言一言全部持ってくださって、それでおかげで合格しました、まあ、多少故障はあるかもしれませんがねあの、そういうふうに言ってくださるっていうね、えー、ところまで来ることができたと。 こすべて社労試験のおかげで今本当に、えー、生きてて楽しいなっていうものをお思うんですけどもすべて社労試験のおかげなんですねですので今本当にえもう立ち上がれないぐらいね落ち込んじゃってるっていう方もいらっしゃるかもしれませんがここが勝負どころですね私も一回も完全にもう、えー、もう倒れ込みましたそこからえもう這いつくばって起き上がってなんとかここまでえ来ましたのでぜひね、えー、2021年 必ず合格していただいてそこから大きく羽ばたいていっていただきたいと思いますのでそのためにもですねぜひこの再チャレンジセミナーね、えー、しっかりお聴きいただいて確実に合格していただけるようにしていただければというふうに思いますそれではですねあのこのセミナーの内容を確認させていただきますけども はい、セミナー内容としては一番として2021年試験に合格するためにとで2番で効果的な学習スタイルのご提案ということで、まあ、大原の方でご用意させていただいている講座等の説明をさせていただきたいと思います。ではでではすすねねまずですね えー、佐藤市試験合格に必要なことということを確認させていただきますけれどもまずは、講義師ですね、えー、カイリキュラムに合わせた講義書ということなんですけれども、まあ、今年の本試験ですね、えー、私も解きましてですねあの昨年かなり択一式難しくなったなというようなあの感覚があったんですね。ですが、えー、今年の2020年の受験はさらに まあ選択も去年より難しかった感じもありますし卓越はさらに難易度が上がっているような気がするんですね。で、えー、本当にどこで点数取るのかなっていうふうに思われた方もね多くいらっしゃるしもう数問解いてもう無理っていうふうに思われちゃったっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でまだ今もうあの試験問題分析中なんですけども、まあ、今、えー、のところですね分析したところでまあ感じるところはですねあの 難易度が高いといっても、まあ、合格ぐらいまで出てませんけども、まあ、例年の状況から考えると、まあ、合格できるだろうなっていう点数を取るためには、えー、何も、えー、学校ではとても勉強しないような、ね、内容とか実務的な内容をやらないと合格できないか。 ううとそうではなくてやはりスクールで普通勉強するような基本事項ですねこれをしっかりとマスターしていただいてで、まあ、本試験長文の問題とかも結構あったりねあとちょっと事例的に聞いてきたりっていうことで難しく見える問題であったとしても結局ポイントになるところこの問題を正解しを導き出すために必要な知識というのは今までと変わらず基本知識であるかなっていうふうに思ってます。 で実際、先ほどですね私の方にご報告いただいて合格間違いなくしてそうだという方もえ見たらえ大原の模試なんかよりもちょっと難しく一瞬感じたけどもよくよく問題文を読み返してみたらあこれ、あの式じゃんあの基礎的なところじゃんということで基礎の部分だけでしっかりと取れる問題が多かったなとううおっしゃってましたでその方もあの今年1回目の受験で、ね、一発合格されそうなんですけどもでもちろん1回目の受験なんで、ね、細かいところなんて一切勉強していませんしえ基本的なところをしっかりマスターしていただいて。 でそうすると、えー、しっかりと合格点、えー、取れる、えーまあ、言ってしまうともう50点いってるんですね択、えー、一式50点い、えー、ってるので確実に合格う余裕でされると思いますけどもというところまで、えー、持っていけてます。 でですので難しいからあの難易度が高いところをやろうではなくて基本事項を今まで以上にしっかりとやることあとは事務処理能力もあの相当要求されるかなって気がするんですね、えー、難しそうに見えるところ結局どこがポイントなのかっていうのを探す能力ですかね、えー、その部分を要するにいらないところを排除してここの1行目2行目いらない3行目の真ん中の部分がポイントっていうところに行き着くそういった処理能力ってことが必要になってくるかと思うんですねあとは当然ながらその時間が相当かかるものですので基礎知識をあれ的に リストに何て書いてあったかなっていうようなことをあの思い出す時間はもう今まで以上にありませんのでなので、えー、よりやるべきところですね、えー、基本事項に絞っていただいてでその部分をしっかりと完全に定着させて何も考えずに一瞬に、えー、そのポイントが出てくるようにしていただく必要があると思うんですね、まあ、そうしますとこの講義主張がぜひとも今まで以上に必要になってくるかと思うんですよ、えー、とにかく基礎知識をとにかくマスターしてれば、えー、できるですけども この試験で必要になってくる基礎知識っていうのがどこなのかっていうのはあのテキストを見ただければあ,あんまり分からないですよね、要するにどこの部分をどの程度まで覚えるのかっていうことがとても大事なんですね。例えばこのカリラムに合わせた講義 っていうのがえ大事な部分だとしてもえー、いちいちい一科目で覚える項目がたくさんあるのにそれを十科目分えい,い,いちいちこんな長いえ言葉で覚えるのってできませんよねカリキュラムに合わせた講義視聴っていうのをえ五百個ぐらいこのぐらいのフレーズを覚えてくださいって厳しいですよねなので例えばですよカリキュラムに合わせた講義視聴っていうところのカリキュラムと最後の視聴の部分だけ、えー、覚えちゃえば間飛ばしていいですっていう形でえー、回答できればそれの方があの覚えるの楽ですよね。 だからどの程度までどの部分をどの程度まで覚えるのかっていうのはとっても大事なわけですね、まあ。要するに時間がないのであの何でもかんでも覚えることはできませんからね。なのでどこの部分をやらないといけないのか、やるとしてもどの程度までどのような形で覚えるのかということも含めてしっかりあの覚える、やるべきことを厳選していかないといけないんですね。これはあのテキストだけには見てみてでも分からないんで講義師をしていただいて講義がお話しさせていただく講師の方がお話しさせていただく内容しっかり聞いていただいてどの部分をどの形でどの程度 どこまで覚えのかっていうのをしっかりとねメモなどしていただいてやっていただく必要があるかと思うんでこれ必須になるかと思います、はい、でさらにこちらですね自学自習ですねあの例えばさっき言ったようにカリキュラムと最後の視聴だけ覚えればいいですよっていうことが分かってもそれを聞いただけで合格できるわけじゃないですよね実際にじゃあその部分を覚えないといけませんねで覚えないといけないので、ね、こちらえ自覚自習が必要になってきて日々の学習時間の確保や早期学習スタートっていうのが必須になってきますでこちらですねちょっと次一旦行きますけども はいえー、エビングハウスの忘却曲線というものをご紹介させていただきますねでこちらにつきましてはあの昨年ですね、えー、大原の、えー、コースの方でガイダンス実施しましてそこでご紹介させていただいているんですけれどもかなり昔に行われたあの記憶に関する関わる実験結果なんですねでこちらですね、えっと、縦軸が覚えてる割合ですね、まあ、0か上どんどん100に近づいていってで横軸が時間時間の経過なんですねで実験結果どうなったかというと はいえっと、覚える作業をして用意した後で覚える作業をしてはいって言ってて言調べたら20分後にはもうやった内容の42%を忘れています1時間どころか30分も経過していないのに42%を忘れていますでさらに1時間後にはもう56%を超えてます3分超えちゃっていますで1日後に 66%1 週間後には77%でこのまあグラフの傾きといいますかねこれをご覧いただくとお分かりのように。 最初急角度で下がってきた後は緩やかになっているんですねだからもう最初のうちにもうほとんど忘れちゃうっていうことなんですね、はい、だからこそちょっと戻りますかねはいこの、えー、自学自習して日々の学習時間の確保すること早期の学習スタートっていうのがまあ大事になってくるということなんですねすぐ忘れちゃうので、えー、授業を受けて精一杯 でまた、えー、復習しないで次の授業できちゃうとただただ、えー、教材だけがたまっていって頭の中に知識の定着が全くたまらない形になっちゃうんで、えー、しっかりと時間を確保することと早期の学習スタートが必要ですね。というのはもう一回進みますけども、はい、ここまで下がってしまったらですね 1>, 1週間後によしやるかとかね1か月後によしやるかって言ったらもう限りなくゼロに近づいてますからこっから100に近づけるのって相当なこれ労力必要ですよねところがこの上の線のようにすぐ復習していただければ下がりきってないので上げる労力が ここまで下がった時よりも相当楽なわけですね。で、また1回復習して、また忘れますけども、またすぐ復習すると、そうするとだん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 ん緩やかになってくる、下がり幅が緩やかになってくるので、なので、早期学習を、まあ、あのするしかもないわけですよね。で、上の方でこの線をね、上の方に維持するってことが大事になってくるということですね。だからこそ早く スタートするこういう何度も何度も繰り返すためにはねやはり、えー、ある程度の期間必要ですしねあとは、えー、すぐに復習するっていうことは、まあ、時間も、ね、必要になってくるので早く始めることと、えー、日々、えー、時間を少しでも多く取ることっていうことが、えー、必須になってくるということになります、はい、ではですね続いては、えー、小原のコースのおー合格カリキュラムというのをご紹介したいと思いますで昨年、えー、カリキュラム ですねえー、ちょっと大幅に改定させていただきましたけどもあのまずロード編スタートをいたしますそうすると当然1回目の講義で1つ目の講義の第1回の講義、えー、受けますよねそしたら先ほどのエビングハウスの傍客曲線の考え方にのっとりましてもうすぐに復習しますあの大原生ですね、えー、につきましては傍客曲線のお話をさせていただいた直後からですねもう、えー、じゃあ こういう話がありまして、じゃあ一回目の講義内容に入ってきますねって言って、えー、授業をやりますよね。で、じゃあ一旦休憩にしましょうっていうと、もう多くの皆さんが復習始めます。休憩時間、休憩しましょうってしても休憩してる方は少ないですね。えー、もうあすぐやんなきゃ忘却曲線で二十分後にはすぐ四十二パーセント忘れるんだからってことで、えー、やって、えー、いただいてます。 という形でもう休憩時間もそうだし、授業終わったらもうねお家に帰ってすぐ復習を始めるということですね。で、次の講義始まりますよね。映像通信生の皆さんはね本当にあの移動時間もないと思うんでね授業を聞き終わったらすぐ復習ができますよね。でまた次の講義、映像生通信生だったら配信に来たらできる限り早くご覧いただいて、通学生の方だったら次の回、また大原に来ていただいて。 講義がが始始まままるんんですがいきなりりテキスト解説始まりませんこちらミニテストというのを実施いたしましてね、えー、これで前回の分の復習がちゃんとできてるのかなということをチェックしていただきますそしたら今度2回目のねテキスト講義の内容に入りましてでまたすぐ復習していただいて今度第3回目の講義の前にミニテストという形で繰り返しその科目を終わりますでその科目終わったら次の科目じゃないんですね、えー、確認テストというこちらを実施いたしまして その科目の最初から最後までの全範囲を対象にどれだけ定着できているかということを確認することになりますですので A という科目の1回目の講義終わったら次2回目の講義になりますよね2回目の講義の復習をすぐやって今度1回目の復習もやるんです3回目に行ったら3回目の復習をやりますけどもそれをさっさと終えて2回目と1回目もやるんです っていう形でとにかく知識を定着させるためにもうとにかく即座に、えー、復習をしで前のやつもまた忘れないようにとにかく即座に復習をし続けるとそうすると結局トータルの学習時間は短くて済みます先ほどのえ忘却曲線の話だと、えー、ある程度時間経っちゃうともうゼロに近くなっちゃいますからここから引き上げるのには相当労力がいりますので間に合わなくなりますので下がる前に復習をして上で、えー、知識を維持するということが必須になってきます。 でそれでその科目終わったら次の科目に行ってまた同じことを繰り返しますよね。それで労働編の科目がすべて終わったら一気に社会保険編に行くんじゃないんです。こちらですえ中間テストというのを実施しますえ中間テスト労働編というのをここに配置しておりますのでなのでここで労働科目。労基労基災雇用を えー、労働一般という形で労働編のもの全てを対象にしたテストを実施しますのでなので皆様はえ労基法とか安永法とかね終わったじゃあもう労災だから労基やらないじゃなくて。 中間テストがあるんだからっていうきっかけにもなるのでこの中間テストを目指して次の科目行っても前の科目の復習をし続けるということですね、まあ、そのきっかけになるためにここに中間テスト労働編を早めに配置しておりますのでこれをぜひ、ね、あの手帳だとかねあとはまあ勉強机とかに貼って中間テスト労働編何月何日しっかり合格点取るぞみたいに書いて勉強を進めていただくということが大事かなというふうに思いますでこれで労働編終わりましたら続いて社会保険編になりますけどもこれも同じようにですね、えー 科目ごとに進めていって最後その科目の確認テスト次の科目に行って確認テスト全科目社会保険法終わったら最後に中間テスト労働編というので最後求めるという形になってきます、はい、で最後ですね、えー、基本編の労働編社会保険編の講義が終わりましたら直前対策に入り練習を中心に学習していただきましてで 仮想本試験の統一模擬試験1回目、2回目を、ね、受けていただいて2021年の本試験に臨んで合格していただくというそんなカリキュラムになっております。とにかくあの ちょっと前にご紹介させていただいた、えー、エビングハウスの忘却曲線、まあ、その考え方を、えー、軸にですね、えー、カリキュラムの方を組んでおりましてそれで皆さんが、えー、知識が定着できるような方法を,、えー、を取ってい、えー、きますので皆さんもですねそれを是非意識した復習総引復習前の科目に戻るっていうのを、えー、常に、ねえー、意識してやっていただきたいというふうに思います。 で続きまして、えー、本試験の得点によるコース選択です、ね、これも非常に大事な話になってきます。はいえー、もう効率よく、ですね、えー、一番皆さんに合った学習方法を取っていただかないと努力が本当に無駄になる可能性がありますので、えー、ここはしっかり聞いていただいて皆さんの現状に合わせた、ね、最適なコースの方に入っていただきたいと思います。でまず今年のの本試試験、験自己採点点結果で知識試験45点以上の方、 もう卓越式は、えー、まあ今年の問題であれば45点であれば確実に合格レベルであることは間違いないと思うんで、えー、ただまあ選択式で2点以下の科目があったので、えー、補正されるかどうか心配だなという方につきましてはね、まあ、その方はこちらですね、えー、もし万が一皆様が今補正されないかなって待って希望している科目が補正されなくてちょっと残念な結果になってしまったとっいう場合は、えー、11月の合格発表,後に発表後にスタートする社労士経験者合格コース。 こちらの方で学習していただければというふうに思います。で続きまして、こちら社労士24ですけれども、社労士24、えー、こちらはですね、経験者合格コースに比べるとあの、インプットの講義時間は非常に短くコンパクトになっておりまして、本当のポイントを絞ってです、ねえー、効率よく学習できる、そういった通信講座のツールになっております。でシャロー,シー経験者合格コース というのは、初、えー、学者の方も対象としているこの後ご紹介しますが社労士合格コースに比べると講義回数は短いんですけどもそれでもやはり社労士24に比べるとある程度の講義回数がありますのでちょっとそういったコースを受講する時間的余裕はないとお仕事とか、えーまあ、ご家族の介護とか家事とかで今ちょうど、えー、ここ、えー、半年1年はちょっと忙しそうだなと。 いう方でも社労試験にはチャレンジしたいという方につきましては、えー、社労試24こちらをおすすめ、えー、いたします、えー、ですので、ね、あの時間厳しいけどやりたいという方は、ねえー、ぜ,ぜひこちらの方もご検討いただければと思いますで続きまして、えー、卓越式試験ですね今年の本試験で35点から44点の方につきましては必勝リスタート講座プラス経験者合格講座 といいうのをお勧めいたします必勝リスタート講座というのは経験者合格コースの前段階で後期8回だけなんですけども今の段階ですね9月中旬ぐらいからスタートになりますけどもこのタイミングでしっかりとマスターしていただきたい重要な論点に絞ってですね学習をしていただいてスムーズに経験者合格コースの方に入っていただくということを目指しているコースでございます。 で一旦ちょっと右の方に行きますが択一式試験で34点以下にとどまってしまった方につきましては、えー、社労士合格コース、えー、こちらの方をおすすめ、えー、させていただきたいと思います。であの一応両方並べましたけれどもあのここのコース選択、まあ、先ほども言った通りとても大事なんですね合わないコースで学習してしまうとどんなに頑張っても。えー 効率が相当悪くなりますので、えーまあ、一応点数目安は書いておりますが、ね、あの気をつけていただきたいんですね。というのはあの経験者合格コースの方で、えー、受講いただいてでアンケートを取ったところですね、えー、自分には早すぎて全くついていけませんでしたみたいなアンケート結構あるんですね。 えー、その方は確実にシャロシ合格コースに、えー、入っていただいた方が効率良かったかなというところもあるのでぜひ、ねえー、しっかりと検討していただきたいんですね。であの、まあ、この卓越式試験で35点から44点の方を一応左側の対象にしてますけどもあの、まあ、40点いってないね35点から39点の方ぐらいだとあの左側に一応位置してはいりますけどもそれは前提としてですね、まあ、もちろん40点41点とか42点の方も、まあ、あの当てはまるっちゃ当てはまるんですけどもあの必勝リスタート講座1か月半ぐらいになりますけどもこれを を受講して相当しっかり復習していただくことにより、えー、発表後の経験者合格コースとスタート時期にはもう択一はまあ間違いなく合格点取れますよともう11月中旬ぐらいには、えー、少なくとも45点以上取れるレベルには到達してますよということも大前提になりますですので、まあ、気持ちとしてはあの例えば3567点ぐらいの方で必勝リスタート経験者合格コースを考えてますという方は もう今年の8月23日のの月日直前の、えー、もう今年絶対合格するぞって言って、えー、もう睡眠時間とか削って勉強されたような方いらっしゃるかもしれませんがそのぐらいのイメージで1か月半勉強していただいて、えー、10点あげるのってねこの時期10点あげるのって相当大変ですから、えー、そのぐらいできるっていうのを前提ですですからいやこの時期あんまり勉強できないんだけど講座を受けるだけ,だけだったらできるかなってことで35点以上だからこっちって考えてると、えー、11月の発表後に経験者合格コース入っていただいて全然わかんない 分かんないっていうふうになることもありますのでね、えー、経験者なんだからこっちでしょうではないのであのお気をつけください逆にあのこちら側にも同じことが言りまして、ね、もうあの卓越55だっなんだけどもと。 ですが選択式で2点以下の科目で補正されなかったんで、っていうでま競、あ、争力がちょっとまだそれでも不安ちゃ不安なんで、シャドウシ合格コースですっていうのも、まあ、それもちょっと違うかなと、シャドウシ合格コースはあの1からね基本事項一1から理由とかも含めて説明するところも結構多いので、そんなの知ってるよ退屈だよっていう風になってしまうんでその時間あったら違うことやった方がいいじゃないですかって話もなるのでその方も経験者合格コースの方を基本的に軸に考えていただければと思うんます、ね。逆に言うとあの 45点択一で取れる状況にないところで経験者合格コースを始めてしまうと基本事項を完全にすっ飛ばしとかね本当に簡略化した説明になったりするのでいやそこ説明してほしいんですけどっていう風に言われてもそこ説明できませんのでねなのでそういったところの説明もしっかり聞いて基本事項を固めたいっていうのであればあのもう迷うことなく社ロ職ション合格コースねどっちかなちょっと不安もあるけどうーんっていう方はどっちかっていうんだったらじゃ シャロシ合格コースに入っていただいた方が安心かなと思うんですね。ねというのはあの経験者合格、経験者なのにシャロシ合格コースなんか行くの恥ずかしいし、こんな大丈夫なんですかって思われるかもしれませんが、あの先ほどあのご報告に来てくださった方は、シャロシ合格コースで50点以上取ってますしね、もう一人お電話、えー、いただいた方につきましても、私、シャロシ合格コースしか担当してないんでね、今のところ、シャロシ合格コースの方で、やはりもう一人の方は、卓越50点以上ですあの。講義でも普段言ってますけども、シャロシ合格コースでもレベル高いですよと。 で、えー、余裕を持ってある程度余裕を持って合格できるところまで行きますよとで実際、その方々はね、えー、余裕で合格できる点数取っていらっしゃるので、えー、経験者合格コースで社労士合格コース来ても全然、えー、おかしくない、えー、のでそこはねあのいずれにしても皆さんの今の現状といいますかねそれに、えー、合ったコースに入っていただかないと本当にもったいないですからね。えー、本当に強調しますけども、えー 見えとかそういうことじゃなくてね、えー、どっちに入るかによって運命が変わるぐらいにね考えていただいてぜひねここはしっかりご検討いただいて皆さんにぴったりのコースの方に入っていただきたいと思います、はい、でさらにですね、えー、こちらコース生の方につきましても先ほどご紹介しました社老師24こちらをつけるということもあのご検討くださいでこれですね社老師2424時間程度でですね えー、全科目のインプット終了するものになりますので復習のツールとしても強力です。えー、科目、全科目で24時間前後ですから1科目なんて本当あっという間に終わります。 なので、前半を短い間の映像で復習できちゃうってことなんで、えー、経験者合格コース、ヒャロシ合格コースである程度しっかりした効果を聞いていただいた後に使っていただくと、えー、非常に効果的です。しかも、ま、この後また紹介しますけども、コース制につきましてはかなりの割引の価格で、えー、お申し込みいただけますので、ぜひね、ご検討ください。今、大体いい3人に1人か4人に1人ぐらいのコース制がつけていらっしゃいますので、ぜひご検討ください。はい、でそのシャロシ24ですね、えー コース制じゃなくて単独でお申し込みいただくとウェブ通信で7万9800円のところなんですがコース制につきましては2万7000円大幅割引になりますしまたあのパンフレットの詳細をご確認いただきたいんですけども今年は大原にすでに講座お申し込みの方につきましてはさらに3%割引なんまあたった3%なんですけどねの割引がさらにきますのでつきますのでも,っともうちょっとお安くなりますのでぜひご検討ください。 でなお、えー、コースお申し込み、えー、ならずに社主、ねえー、24単独で勉強される方、まあ、直前対策も含めるとこちらの価格ということになっております。はい、で最後、か、ま、ぶ、あ、るところもありますけれども効果,効果的な学習スタイルのご提案ということで、えー、通学もしくは通信の、えー、経験者合格コース社市合格コースに24をつけるのが大原の定番化しております。さらにですね、えー もしあの学校に通いたいという方で通学講座でお申し込みの方はあのお仕事とか、えーまあ、あの風邪とかで、ね、講義を欠席してしまった時大丈夫なのかなって心配されるかもしれませんが、えー、大原の通学講座は WEB 標準装備になってますので WEB、えー、で、ね、ご自宅で、えー、映像を収録されているものをご受講できますのでね。なのので、えー、どっかの 講義が飛んんじゃってるっててるはありませんのでご安心くださいさらに、その映像はアプリでダウンロードも可能ですので持ち歩くこともできますのでね、復習にお役立ていただければと思います。さらに、卓越式トレーニングボーダー集ですね、こちらにつきましても、の冊しで構成にお配りいたしますけども、これもちょっと科目ごとの有料になりますけども、アプリでスマホとかで学習できるようなツールもございますので、こちらもご検討ください。 でこちらですね、えー、受講料の割引制度合格者返金制度というのもありまして再受講割引30%オフ再受験割引ですね受験経験者の方は大原の受講したことなくても20%オフになりますのでこちらご利用くださいで、えー、さらに合格者返金制度ということで、えー、自分あの選択式で2点以下があるけど補正されるかもしれませんという方ねそういった方につきましても、えー どう,しようかなっていうんだったらもう申し込みいただいてしまえばですね合格者返金制度ということで合格すれば受講料返金されますのでぜひあの今のうちに早期スタートしてしまっていただければいいかなという,ふうに思います。 これでですね本日のセミナー、えー、終了となりますけどもね大原、えー、皆さんもですね2021年合格一緒にですねできるように、えー、全面サポートさせていただきますのでねぜひ一緒に頑張って2021年、えー、合格しましょう今後ともよろしくお願いしますこれでは、えー、今日のセミナーはこれで終了とさせていただきますありがとうございました。